はい、おはようございます。本日私の方から、ご報告申し上げることはございませんので、皆さんからご質問いただきたいと思います。幹事社共同通信の牧田です。はい、大臣は来年度から消防部隊であるドラゴンハイパーコマンドユニットの整備に力を入れる方針とお聞きしますが、その趣旨と、整備の規模、スケジュール、事業費など、具体的な整備のイメージを教えてください。はい、昨日東京消防庁のですね、ハイパーレスキューの視察をさせていただきました。まあ、その際にも申し上げましたけれども、これからこの大規模な災害、東日本の大震災を踏まえ、またこれまでのいろいろな災害の経験も踏まえてですね、より安全で充実した消防体制を作っていかなくてはいけないと。それは国家としての責務でもありますし、この総務省としてはそれを大きなミッションの一つに掲げているわけであります。その中でこの南海トラフの巨大地震等を含めまして、今後ですね、都市部に大きな災害が起きたとき、そこに石油タンクの火災、それから化学プラントの爆発、そうしたエネルギー関係、このライフラインの関係ですね、そういう産業基盤に対する災害、これに備えるためのこの応急対応能力を高めていこうではないかと、こういうことで緊急消防援助隊の中にさらにこの災害対応に特化した即応部隊という形で、このドラゴンハイパーコマンドユニットというものを26年から創設したいと、このように考えております。でこの即応部隊はですね、現存する大型の化学消防車、それから大型の高いところに放水をする、そういう特殊車両を有する部隊がございますけど、そこに大容量の送水や放水を可能とする、そういう、エネルギー産業基盤災害対応型消防水利システムと、こういうものを有する部隊を作ろうということであります。でこれは当面ですね、平成26年度に、2セット、2部隊ですね、それから3年間でその後に全国7ブロックに各1部隊を配備したいと、このように目標としては立てております。で、しかし今26年度の概算要求の段階でございますから、これをですね、我々とすれば強く要求していこうと、このように考えております。これに加えてですね、人が近づけない現場で活動するロボット、それから要するに正確な位置情報を把握して、そこで、さらに精細なですね、いろんな高機能の行動ができるような、そういう仕組みも研究しようじゃないかと、これは G 空間という技術を応用して、それを災害時にも使えるようなものも研究していきたいと、このように考えています。幹事社からは以上ですので、各社さんよろしくお願いします。テレビ朝日報のです。大臣は先日説明に参加されてた国家戦略特区について2つお伺いします。この特区構想についてですね、具体的にどんな優遇措置が取られるという、声がもう一回近づけて、はい、聞こえますか。はい、この国家戦略特区構想ですね、具体的にどんな優遇措置が取られるというふうにお考えなのかというのが1点と、からもう1つはこの関連でですね、羽田空港の一部跡地をものづくりの集積拠点にするという案が浮上してますけれども、これについても大臣どのようにお考えかということ、その2点をお願いします。はい、国家戦略特区については地域活性化担当大臣の所掌の中で、特にですね、官房長官の決裁をいたしまして、国家戦略特区担当大臣というのを私が拝命をしております。そうした中でこれまでコンセプトワーク、そして、どのようにこの制度設計ですねをしてきたわけであります。で過日、260団体の方々にご参加いただいて説明会を開催いたしました。現状8月12日にこの応募を受け付けるということで発表いたしまして、9月11日に第一次締め切りを行うと、こういう状態になっています。でこの国家戦略特区はこれまでと違うのは手上げ方式で、自治体なり、その事業者が行うものに国が認定を与えて支援をすると、こういう仕組みではないんですね。そうではなくって、もちろんご提案はいただきます。しかしそれはこの国とそれから地方自治体、さらには民間、
事業団体、それが一緒になって、まあ、まさに国家総動員でこの、うん、新しい経済の起爆剤となるような、まあ、そういうプロジェクトをやってみようじゃないかというあの試みです。でそれは大規模大胆な規制緩和、それからこのこれまでとは次元の違う税制優遇という税制措置ですね、まあ、こういったものをあの組み合わせて、やることができると、まあ、こういう仕組みになっているわけであります。でさらにあのこれまでと違うのはあらかじめ枠を設けてその基準に合致したら認定するというのではないんです。したがって提案自由、それから規模においてもあの大きい小さい問いません。その事業が効果的であってかつ国の新しい起爆剤になるものであればあのそれは私はあの検討対象になると、こういうことをこの間もご説明いたしました。あのいたしそれに従いましてどういう優遇措置がつけられるかはそれは提案次第なんです。であのこういう規制緩和や税制をつけてほしいとこういうご提案が出たならばそれに対して事業体としてあのどのような成果を上げられることができるのか効果を及ぼすのかということも自己評価していただくことになっています。我々もチェックいたしますが、まず事業者側からこのような規制緩和をすればこれだけの例えば人が増えるとか売上が増えるとか、そしてあの税制も措置を行えばこの減税措置にはなりますがトータルでその分は何年間で回収いたしますとペイアズ融合ですね、まあ、こういうご提案をいただくことになっています。ですからその効果のほどを勘案して、この我々でワーキングで絞り込んだ上で、これを決めていくということですね。そして国家戦略特区 の最大のこの、まあ、ポイントはこれは国がこのみんなで考える国ぐるみで行う仕事であります。それは総理大臣が最終的にこの事業の進捗に対してこの推進略となると総理がお決めになるということであります。で決まったあのプロジェクトについてはこれはあの一つ一つその事業を進めるための統合推進本部というのを作ります。関係大臣とそれからその地域の自治体の長ですね、さらにはいろんな有識者あの事業者、まあ、こういった方が入ってその進めるための推進本部を作るとあのいうことにしてるわけであります。それからさらにあの新しい試みはあの特区というと地域を決めるという概念がございます。私たちは今回バーチャル特区構想といいましてあのもちろん地域は必要です。この地域でやるというのはしかしその地域で行う事業に参加をする企業や団体は別にその地域にいなくてもいい。再生医療をですね進めるためのプロジェクトがあるとするならばそこに対する研究はその地域になくたっていいわけです。であの特区で認められたこの、そういったいろんなさまざまな措置はそれはそこに参加をする方にも適用されると。したがって分野ですとか体制こういうものに対しても特区の適用を認めるということでですね、まあ、従来の幅を超えたものにするということでございます。でかつ今最後の方で、この個別のお話が ご質問ありましたけどそれは今提案を受け付けている最中ですので我々の方でそこをやろうと思って仕込んでいるわけではありません。で今いろんな報道がなされておりますのも私承知してますけどそれはそういうお考えがあるということでは理解してますが我々が先に決めて進めてるものは一切ございません。そして今度の仕事はこれまでの延長線上であったり焼き直しまたはまあその寄せ集めといいますか今まであったものを重ねて出していただいてもそれはなかなか検討の順位とすれば遅い方になるだろうということでございましてあくまで新しくですね国を変えていく世界で一番ビジネスのしやすい環境を作るとこういうメインテーマがありますがそのビジネスというのは大都市における産業だけではありません。地域のおいて
この仕事によってその地域がものすごい効果が上がるならば、これもまあ一つのビジネスと捉えていいと思いますし、文化ですとか歴史ですね、そういった日本のいろんな良いものを生かして、その町を国を動かしていくと、まあ、こういうプロジェクトであればこれも国家戦略になりうると、まあ、いうふうに思っているわけなので、まあ、極めて幅広で自由にですね考えていただいて、だいたい世の中を変えるイノベーションというものは誰も気がつかないところから始まるわけでありますから、あらかじめ枠を決めてその範囲でだとか、からあらかじめここの地区をやるからそれに合わせて制度を作るなどというようなことは私は考えてないということでございます。あ、日本経済新聞の天野です。ちょっと先の話になるんですが、来月の月末ですかね、堺市の市長選が行われると思います。大阪都構想の推進の是非をですね問うような、推進の是非というか、先行きを占うような選挙戦になると思うんですが、この選挙でですね新しい地方制度、大都市制度のに関係する選挙になるわけですけれども、大臣としてどんな政策論争選挙戦をですね期待されますでしょうか。それはまず地元の民意が反映されて選挙の結果が出ると思います。ですからそれに対してですね候補となる方が具体的な提案をなされて、この意義ある選挙になることは期待をしたいと思います。で、私たちはこの地政庁においてもですね大都市制度についてはさまざまな検討を加えております。また私は道州制の担当大臣でもございます。地方制度を所管する総務大臣でもございます。ですからこれからこの地域が自分たちのやり方で自分たちのやりやすい方法で、自らがこの決めていく自治が達成できるようなそういうその制度はに改造していかなくてはいけないと私も今思っているわけでありますね。キーワードは自立だと思ってますけども、そのためにどういう仕組みがいいかというのはさまざまな検討がなされてさまざまなお考えがございます。いずれにしてもいろんな提案の中から実務的にですねこのきちんとその地域の自立性が維持できてかつ将来に混乱を生じないと、こういうようなことも含めてこの改革を前に進めていく必要があるというふうに思ってますので、どの仕組みがいいかっていうのはまだちょっと答えが完全にできてないところだというふうに思います。その意味で今回の堺の市長選挙においてどういう民意が示されるか、またどういう具体的な提案がですねその自治を担おうとする方から出るというのは興味を持ってですね見守っていきたいところに考えています。朝日新聞の高重です。昨日日本郵便が高齢者の安否確認サービスを新たに始めるという発表をしました。で、今月中には総務省にも届け出をするということだったんですけれども、大臣としてはこの事業をどういうふうにご覧になっているかということと、この会社の規模と比べてスタート時点で想定される売上っていうのはまだ小さいんですけれども、事業としての将来のポテンシャルをどういうふうに見ていらっしゃいますか。よろしくお願いします。これは私はですね非常に良い方向だと思っているんです。で、まずは日本郵便ユニバーサルサービスを行っていく、これが会社の根幹にあります。日本隅々に至るまでですね我々はサービスを提供することができる仕組みを持っているわけですね。ですからその日本郵政がその機能を発揮して特に過疎地であるとかそれから高齢化の進む地域においてこのような事業を行うことはとても有意義だと思っているんです。で、私も地方に出るたびにその地域の局長さん方と懇談をしているわけですが、実はずっと最初から私このことを局長さん方に申し上げてまいりました。また日本郵政にもそういう話をしてきたところであります。これまでのひまわりサービスというのがありましたけれども、それは郵便を配達するまた郵政の業務を行うその一環でサービスでやってたんですね。でもサービスといってもそれは無償の事業であってやはり自分の本業の
延長の中でできる範囲でやってるというところでございました。私はサービスというのはやはり質を高めていくのは有償であってしかるべきだと、まあ、このように思ってるんですね。ですからそのどれだけの負担をいただくか、お客様にお願いするのか、それともどなたかに負担をするのか、これまたいろんな研究があるんです。だけども少なくともやはりこの会社として料金をいただいてサービスをする、そのことによってさらにこの地域のですね支援ができるのではないかというのはずっと言ってきました。でそのやり方を研究すべきだと。今郵政はですね、例えば地域のイベントのチケットの販売代行をやって行くばっかの手数料をいただくとかいろいろねやってるんですね。ですからまだまだおっしゃるように規模は小さいです。しかも試行的なものでありますけれども、こういったものをやって、そして将来それが事業として成り立つようになるってことは、その分その地域にユニバーサルサービスが充実されていくということになると思いますね。でそれは郵政だけではなくって、自治体もそれから NPO も含めてこれからこの高齢化の進む、また人が少なくなってしまった地域にどのようにこの、まあ、暮らしをですね、安心をもたらすかというのは国の課題だと思ってるんです。これは郵政だけでなくて総務省もこういったことでその地域のですねサービスができないかと考えています。それは ICT を活用したサービスですね。でその、まあ、もろもろそういう取り組みがある中で郵政がですねこのように事業として進めるようになったと、これはもう極めて喜ばしいことだと思っています。まあ、総務省の大臣としてはこれはきちんと届け出がいただいて中身をチェックした上でこれはそれに対して我々が監督をしていくということになるんでございますけども、まあ、非常にこれはいい試み、しかも民営化したからゆえのですね新しい、この新規事業の開拓につながっていくわけで、これがその地域の住民の方に喜んでいただくようになればいいし、加えて郵政の皆さんも郵政の社員がですねこういう新しい仕事をすることでそこにやりがいを見出してくれるならば、それはとても嬉しいことだなとこのように考えています。以前からやるべきだというふうに郵政にもおっしゃってきたということだったんですけれども、その大臣の後押しで具体化した事業というふうに考えていいんですか？いやそれは分かりません。ただ郵政の本社の方とこのその地域の支社の方とか局長さんもみんな揃ってる中でずっと言ってきてましたから、ですからで郵政の中でも検討をしますということになっておりました。しかしその検討の内容というのはそれは会社の方でやることですから、私はきっかけなりお話ししたことはございますけど、その先はですね郵政側が考えてこのような形になったということでございます。NHK の伏見と申します。世界文化遺産のことでお尋ねをしたいんですけども、大臣の所管で稼働している今も使われている遺産に関して今日有識者会議が開かれてですね、一定の結論、山口九州の明治の産業化遺産に関して、推薦すべきかどうかというような結論が出るかと思うんですけども、今年に関してはプロセスとして文化庁の方もですねすでに一つ長崎のキリスト教関連の遺産をもうすでに推薦をしてまして、それを政府として一本化する必要が、まあ、今日推薦がうまく決まればですね一本化していく必要があるかと思うんですけども、今後のその手続きについて、どのようなスケジュールで、まあ、どうやって進めていくのかというあたりをお尋ねできればと思います。今日この有識者会議が開かれますので、その後ですね夕方私の方にその結果が報告いただくことになっております。まあ、その上でですねもし今お尋ねのような状態になるならば、それは政府内で、この調整をしていく必要があるということになりますね。ですから関係の閣僚がいろいろ協議をする、そして政府としての意見集約を図ると、まあ、官邸も含めてですね、まあ、そういうプロセスに入っていくと思います。ですから、まあ、これは
それほど時間をかけてはいけないと思いますが、それぞれの状況を踏まえて、適切にですね、意見集約をしていかなくてはならないと、我々とすれば私どもの所管の有識者会議で出した結論というものは、これはきちんとまたそれを内容をですね報告していかなくちゃいけないというふうに思っています。その結果がどうなるかは、これは検討してみなければわからない状態だと、そういうことだと思います。京都新聞の檜山と申します。福知山の爆発事故の件でお尋ねしたいんですけども、先日京都府がですね、露天商のですね、不特定多数の集まる場所に牡蠣の取り扱いの、事前講習であったりですね、40ミリリットル以下の、ガソリンの取り扱い規制について、要望されていると思うんですけども、この点、所管お考えをお聞かせ願いたいんですけども、本当に残念なこと、悲しいことは続くと申しますけども、今年の夏はですね、この防災訓練の時に、そういった悲しいこともありました。ですから牡蠣取り扱いについて、これはもう一回ですね、この体制をチェックしなくてはいけないと、それからこの行うべき準備、それから用心がなされていたかどうか、そういったことも含めて、全て検討しようじゃないかと、のようにしております。そして改善すべきところは、これはスピーディーに直していきたいと、このように思っているわけであります。個別のことについてはですね、その時の状況がありますが、いずれにしてもやはり今後このような楽しい場で、しかも全く予期せぬような形でですね、皆さんがこのような被害に遭われるようなこと、これは絶対に防がなくてはいけないという意味で、もう一回きちんと見直しをしようというふうに今やっているところです。関連なんですけども、いわゆる被害者補償の点なんですけれども、見舞い金等をですね、実行委員が出されているんですけれども、保険適用となるとですね、実際過失割合の責任があるから難しいと思うんですけれども、こういった被害者補償に関して自治体なりですね、国が関わる要素要因というのがあるのであるか、それと国としてですね、もしやるべきことがあるならこういうことがあるという、その点をお聞かせ願いたいんですけれども、そこの個別のといいますか具体的な話というのはまだ検討中ですから、今何か方針を出すようなことにはなっておりません。さまざま含めて検討できることは全部検討していこうと、このように考えています。産経新聞社の村上です。総務行政とちょっと離れるんですけども、国連のパン・ギムン事務総長がですね、安倍政権の憲法改正であるとか歴史認識の問題に関して日本は反省すべきだというふうな発言をされました。大臣もご存知かと思いますが、それについてどういうふうな印象をお持ちなのか、それまた閣議閣僚懇などで、そういったことが話題になったのか含めお尋ねします。はい、今日の閣僚懇の中で、その話題は出ませんでした。それから報道等で私も承知をしておりますが、国連の事務総長というですね、世界各国の中で最も中立的である方が今その事務総長だと、このように思っておりますから、その方がどういう立場で、どういう状態でお話ししたのか、これがまだ私によく分かりませんので、この立ち入った話にはならないと思うんですが、一般的に言ってそういう恣意的にですね、また自らの立場をどこかに偏るような形での発言というのは、これはいかがなものであるかなと、このように考えます。他はよろしいでしょうか。はい、ではありがとうございます。